アビラ町は北海道胆振総合振興局管内の遊仏郡の町。胆振総合振興局管内北東部に位置し、遊仏平野から夕張山地、馬追い丘陵へと続く丘陵地である。南西は東浅川で苫小牧市と隔てられ、北西は千歳市、北から東へはユニ町、南東は厚間町に接する。 アビラ川が街の中心部を流れている。太平洋に近い南部は海洋性の気候で一年を通して温暖である。北部は内陸性の気候で夏は気温が高く冬は厳しい寒さとなる。積雪量はともに少ない。アビラの名称はアイヌ語由来であるが諸説あり、アピラペ、アピラ、あるいはアビラなどがある。 アビラ町役場追い分け庁舎農業が、基幹産業。特に東阿佐地区での乳牛生産は有名で、ここで改良された牛は全国へと送り出されている。メロンも、特産で、朝日メロンのブランド名で知られる。また、早北富岡の吉田牧場、早北玄武の農山ファームなど競争場生産も盛ん。中央競馬で活躍し、 シュ場バとしても多くの産区を送り出したマルゼンスキーや2005年に産観を達成したディープインパクトもこの街で生産された。かつては北欧信用組合派や北支店が存在したが2020年10月9日をもって閉店した。アビラ町は地上一般放送局の免許を取得しアビラチャンネルとしてエリア放送を実施している。ワンセグのみではなく フルセグとしても放送している。お岩景駅早北駅日本最古の木製サイロ道の駅アビラ D51 ステーション出店、北海道市町村指定文化財一覧。ありがとうございます。